はい、どうも、星です。今回はですね、うつ病の人に頑張れっていうことを言ってはいけないのかというテーマでお話していきます。でね、これ結論から言っちゃうとね、もう言わない方がいいですね。言わない方がいい、言わない方が無難ってことです。絶対にね、頑張れって言わない方がいいのかって言われると、そうでもないんですよ。そうでもなくて、私もね、うつ病を経験しましたし、いろんなこと言われてきたわけですよ。でいろんなこと言われてきた中で、そのなんかめちゃくちゃさ、もううつの状態が重くて死にそうやわみたいな、そんな状況の時に頑張れっていうのは絶対間違いじゃないですか。これはもう絶対間違いっていうのは誰でもわかると思うんですよ。ただもう本当に寛解に近いぐらいの状態の時っていうのは、ちょっと遠出してみるとかね、例えば友達と遊びに行くとかで、遊ぶだけじゃなくてなんか泊まるみたいなね、それぐらいの少しハードなイベントっていうのは、多少ね、やっぱりね、頑張ってっていう背中を押すみたいなっていうのは、必要っちゃ必要なんですよ。やっぱりその時期っていうのはちょっと頑張った方が良かったりするわけですね。ただですね、要はその頑張れって言わない方がいい時期と頑張れって言った方がいい時期の2つがあるわけですけど、この時期の見極めっていうのはね、素人はできないってことです。だから言わない方が無難ってことですね。家族とか、恋人とかね、仲のいい親友とかだったら、いや、言うても、うつ病になったけど、彼または彼女のことはもう私が一番よく分かってますというふうに周りの人は言いたくなるんですけど、もう家族だろうがね、親だろうが分かってないっていうふうに思った方がよくて、うつ病ってあくまで病気なんで、その人自身が何か変わるってわけじゃないんですけど、ただそのうつの症状によってね、その人自身が変わってしまったかのように錯覚を起こしてしまうことっていうのはあると思うんですよ。なんか私もこんな性格だったっけって思ってた時期あったんでね。でやっぱり本人がそう思ってるんで、周りの人も当然そう思うわけですよね。そしたらなんかどう対応していいかわからないみたいなことが発生するわけですよ。でもそういうの無視してさ、昔のこいつだったらこんな感じだから、なんか気合で頑張れって言った方がいいだろうみたいな感じで言っちゃうと、いやもうそれはダメだよねって話なんですよね。でも必ず外しますから。言われた方はあはとか言って笑ってるかもしれないけど、もう心の中はね、うわこの人マジで何も分かってないわっていう心持ちになってる人がほとんどだと思った方がいいですね。でこういうその頑張れとか、要はやれよみたいな、そういうのってプレッシャーを与える系の話題じゃないですか。でこれってね、信頼関係を損ねる原因になっちゃうんですよね。なんか一回ね、そういうこう心を打ち砕かれるようなことを言われたってなると、その後のいい関係を築けなかったりとか、なんか対応が冷たくなったりとかね、そういうことが起きてしまうんですよね。だからなんか自分がなんか声をかけてあげることで鬱が良くなるんじゃないかみたいな感じで思ってる人多いんですけど、それはもう大体外れます。本当に大体外れる。なんかモテない男の行動みたいなね、本当そんなレベルで外しちゃうので、何も言わない方がいいっていうのはもうマジで本当にそうで、無難にいい関係を築きたいとかだったらもう本当に何も言わない方がいいんですよ。ただ何も言わないっていうとさ、もう完全に放任主義みたいな、放置無視みたいな感じで捉えてしまう人もいると思うんで、そうじゃなくてですね、うつ病になる前の対応と同じでいいってことです。プレッシャーをかけるようなことは言わないけど、基本的にはうつ病になる前と関係性は変わらないよねっていうようなことを相手に思ってもらえれば、基本的にそれはもうそれで大成功なんじゃないですかね。私が関わっている友人とか、お付き合いしている人もいますけど、その人たちが何がすごいのかっていうと、本当に何もしなかったんですよ。例えばなんか一緒にご飯食べ行こうかとかね、声かけてくるとかそういうこともしないし、本当になんていうのかな、今まで通りというか、なんか私自身がちょっと拍子抜けするぐらい、いや一応俺うつ病になったんだけどなみたいな、確か俺言ったよなみたいなぐらい拍子抜けするぐらいに普通だったんですよ。でそれを後で聞いてみるとですね、要はその何を言っていいかわからないし、なんか余計なこと言うと傷つけるかもしれないと思ったから、でもいろいろ考えたけど結局できることって別に今まで通り付き合うしかなくないっていう結論に至ったらしいんですよ。でそれが合ってるかわからないか不安だったけどよかったわみたいな感じで言ってたんですけど、いや本当にね、たまたまそうなったのかもしれないけど、それはもう私の中では素晴らしくありがたい対応だったんですよね。で多分ね、こういう人多いと思うんですよ。なんか特別視されたくないんですよね。うつ病を特別視されたくないし、かといって完全に放置とか雑に扱われるってのもまた違うじゃないですか。だからその微妙なね、わがままだけど微妙なこのバランス感覚っていうのが難しくて、結局どう表現したらいいかわからないままに、今まで通り付き合ってもらうのが一番いいよねっていうのが私の結論なんですね。だからその頑張れっていうのも最初に言った通りね、そのタイミングが重要なんですよ。タイミング、頑張れよみたいな、そんな気合をねこうガンって入れるようなのは言わない方が絶対いいですけど、タイミングとか関係なくね、それ別に健康な人言われてもうぜえって思っちゃうし、言わない方がいいんですけど、応援してるよみたいな、応援してるよとか頑張ってねぐらいの感覚でこう背中を押すっていうような感じがね、それが一番いいのかなと思いますね。でもこれね、例えば私が普段私の YouTube チャンネルを見てくださってるね、こう鬱を治療してる方々
とかと、まあ、一緒に住んだとしてね、一緒に住んだとして頑張れっていうタイミングを見極められるかって多分無理なんですよね。まあ、経験者でもそれって多分無理なので、まあ素人でね、経験したこともないような人だったらもう何も言わないっていうのはやっぱり一番無難なんじゃないかなと思いますけどね。まあ、というわけで、うつ病の人にね、頑張れって言ってはいけないのかっていうと、言わない方が無難ですよっていう、ね、そういう答えになります。なんかそれだとさ、こう周りで支援してる自分が無力みたいで情けないと思うかもしれないんですけど、うつ病に関してはもう何も力を入れないっていうのが一番効果的だと思ってるんで、やっぱりうつ病っていうのはね、本人とも精神科医の問題なんで、本人の問題であり精神科医とのこう共同作業の問題なんで、まあ、そこに下手にこう首突っ込むってことはしない方がいいんじゃないかなって私は思ってます。というわけで今回以上になるんですけど、私のチャンネルではですね、こうメンタルにいいことっていうのをうつ病を経験した私の視点からお届けしているチャンネルになります。もしね、今回の動画良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。